皆さんおはようございます。理学療法士のまゆです。先週に引き続き、この月曜日の8時からの時間帯で、理学療法士からの目線での、ちょっとバレエにつながるようなお話をさせていただく時間を作らせてもらいました。よろしくお願いします。で、先週すみません、私の方でチャットがうまく、ちょっと携帯見てたんですけど、なんかうまくちょっと反映できていなくって、いろいろコメントをいただいていたんですけど、全然把握できずにスルーしてお話を進めてしまっていて、すみませんでした。今日はうまくいっているといいんですが、ちょっとうまくいかなかったらすみません。よろしくお願いします。今日ちょっとお話の前に、先週の質問への返答と、あとアンディオールについてのお話がちょっとできたらなと思ったんですけど、その前にちょっと自分の体験でちょっと伝えたいことがあって、この間私初めて整体みたいなところに通ったんですね。で、なんか理学療法士としてずっと働いていて、自分の体の、体の仕組みだったりとか、自分の特徴もなんとなくイメージ自分でしていて、で、今までもバレエも踊っていて、こう鏡で自分の踊りとかも見てて、特徴、姿勢の特徴だったり、肩の位置とか、なんとなく私ってこういう感じなんだろうなって思ってるものがあったんですけど、実際整体に行って体を見てもらうと、すごい歪んでて、肩だけじゃなくて骨盤とか足の位置とかで、やっぱりこう自分のイメージしてることって、本当に正しいのかなっていう、ところをちょっと私自身もう一回自分の体と向き合わなくちゃなと思って、で、なんでこの話をしたかというと、私だけじゃなくって、多分皆さんそうなのかなと思ってて、中には、すごいもう自分の体のことしっかり、本当に分かってらっしゃる方もいると思うんですけど、自分を傍から見たりとか、あと他人に見てもらうとか、やっぱりそういうので気づけるところって多いのかなと思って、少しその、体を知る、一応時間帯として私は考えているんですけど、そういう自分の体を知るにあたって、やっぱり一人だけじゃなくって、周りの考えとか、誰かから見てもらうっていうことって少し、大事なのかなって、ちょっと思ったきっかけがあったので、ちょっと雑談なんですけど、最初にお話しさせてもらいました。で、今日は、先週、ちょっと私が、チャットを見れなかったせいで、いろいろ質問に答えられていなかったので、それについて最初、ちょっと携帯見ながらですいません。返答させてもらおうと思います。で、最初、人体の柔らかさは生まれつきっていう、生まれつきなのかどうかっていう質問がありました。で、人体の柔らかさについて、調べてる研究って、結構少なくて、私が調べた範囲でですけど、あまり情報がなかったんですね。で、ただ人体っていうものは、やっぱり筋肉と違って、こう筋肉の、例えば繊維とかがこう動くことで筋肉って収縮したり、身長伸びていったりっていうのができるんですけど、そういうこういう滑走するような組織が人体ってないんですね。なので、生活をしていく中で、どんどんこう柔らかくなっていくとか、こう伸びていく、長さが伸びていくっていうものではなくって、やはり、もちろん成長していく中では、小さい頃からこう身長が伸びていって、大人になっていく。女性だったら、16歳とか、でも20歳とか、ぐらいまで、成長していく人もいると思うんですけれども、そのぐらいで、大抵その骨自体の成長って、
まとまる方が多いと思うんですね。まあ、人によってバラバラだと思うんですけど。だから骨がの成長が止まると、まあ、それに伴ってその、まあ、人体もこう骨の成長に伴って伸びていたものがやっぱりそこで成長は成長、まあ、長さが伸びるっていうのはやっぱり止まってしまうものだと思います。で、またそれとは別で、まあ、先天性の股関節脱臼とか中にはそういう先天性の、まあ、関節の、疾患をお持ちの方もいるんですけど、まあ、そういう人の場合は関節自体が、まあ、もう脱臼している状態であるので、その関節にこうくっついている靭帯っていうのも、まあ、生まれつきちょっと伸びきっているような状態ですね。だからそういう方の場合で言うと、まあ、生まれつき、まあ通常に比べるとやっぱり伸びている状態って言えると思います。で、まあ正常って言っていいのかわからないですけど、まあ多くの人たちは体の成長に伴って人体の長さだったりとか、まあ硬さっていうのはやっぱり変わっていきますけど、まあそこからは、まあほぼほぼ変わっていきませんよと。で、過度なストレッチとか、バレエ、まあ、新体操のイメージが私は強いんですけど、過度なストレッチを、まあ、すると、その靭帯を伸ばしてしまうことはできるんですが、やりすぎると。ただ、まあ、それが過度なストレスになって、まあ、靭帯の損傷だったりとか、まあ、あと、アキレス腱で言うと、アキレス腱の断裂とか、膝だと前十字靭帯のまあ、断裂だったりとか損傷とか、まあ、そういう怪我につながりかねないので、その靭帯を、まあ、大人になってから、伸ばしていくっていうのはちょっとあまり私の視点からすると、まあ、パフォーマンスにどうつながるかはまた別として、私その体を扱う身からすると、まあ、あまり良くないことなのかなと思ってます。はい、こんな感じで大丈夫ですかね。次に移ります。次が股関節の靭帯の強力さと回しやすさの関係性っていうふうに、それがまあ、どんな風に関係してるのかっていうコメントがあったんですが、回しやすさっていうのはアンディオールのことをおっしゃってるのかなと思うんですが、多分私がうまく伝えられてなかったのかなと、この文章を見てちょっと思っちゃいました。すいません。で、股関節の、まあ、靭帯って、やっぱり他の関節に比べると、もうかなり強い方だと思うんですね。大きい太い靭帯がくっついている。で、それがあることで、まあ、立ってる姿勢とかの安定性につながってくるっていうお話をこの間したと思うんですけれども、やっぱり靭帯もこうくっついている場所が決まっているので、関節の中でも、こう動く関節の中でも、くっついているところと止まっているところもが決まっているので、靭帯、やっぱりこう伸びたり縮んだりはしないんですけど、テンションのかかりやすい、靭帯がこう突っ張ってもうこれ以上伸びないですっていうような関節の角度と、靭帯が緩んでこうふにゃふにゃってもう靭帯がもう縮まってこう緩まってるような関節の角度っていうのがあるんですね。で、靭帯、股関節の靭帯も4つぐらいあるので、もう本当にざっくりしたお話を今言うんですけど、股関節曲げてる状態とかだと靭帯は緩みやすいです。つまり靭帯による動きの制限っていうのは受けにくい姿勢っていうふうに思ってもらっていいと思います。逆に股関節を後ろに伸ばしているような姿勢
なんかうつ伏せで寝ているよりも股関節、まあ足をもっと後ろに上げるような姿勢だと股関節の靭帯ってよりこう伸ばされるような角度になるので、そこで靭帯による制限が起きやすいんですね。で、まあ、そこから何が言いたいかというと、アンディオールをするとき、まあ、もちろん股関節伸展位で、股関節を足を後ろに伸ばしたような状態で、アラベスクとかで伸ばすときもあると思うんですけど、まあ、そういうときも多いんですけど、まあ、大抵ね、前に足を、出したりとか、横に出したりとか、股関節を曲げている状態でアンディオールすることも多いと思うんですよね。なのでそのアンディオールのしやすさに靭帯の制限が全部ね関わってきてるのかって言われると、そういうわけではないと思います。はい。で、あとアンディオール、まあ前回お話ししたんですけど、アンディオールってこう姿勢の話じゃなくて、まあ、動きのことなんですね。まあ、かっこよく言うとムーブメントって、まあ、よくみんな言ってることもあるかなと思うんですけど、なのでそのアンディオールした、まあその目指す理想が違うな、ごめんなさい。アンディオールとはこう動きのことなので、動きに対してその靭帯の制限というのはあまり関係なく、多分どの方でも、どんな靭帯をお持ちな人でも、どんな体の硬さをお持ちの方でもアンディオールっていうことはできると思います。まあ、ちょっと言葉の使い方のことかなとは思うんですけど、で、アンディオールは誰でもできる。ただ、そのアンディオールをどこまでするかっていうところには、やっぱり筋肉だったりとか、まあ、もしかしたら、まあ、角度によってはですけど、靭帯の影響とかも、出てくる可能性はあるかなと思います。はい。ちょっとチャットを確認します。ね。うん、チャットが見れていないかもしれないです。ちょっとお待ちください。あ、すいません、見れました。なんだ、YouTube のアプリの方に飛んだら、見れました。はい。よかった。よろしくお願いします。うん。多分大丈夫そうですかね。あ。はい。質問です。質問嬉しいです。どうしようかな。すいません、ちょっと慣れていなくて。皆さんよろしくお願いします。よしかな。先に、どっち行った方がいいかな。先に次の質問への返答をしつつ、ちょっと質問ですってあげてくださったので、途中でこれに返答させていただく形でもいいでしょうかね。じゃあちょっと次に行きつつチャットを途中で確認しますね。解剖学的、次の質問なんですけど、解剖学的知識が深まることで
パフォーマンスに影響したことやできなくなることはあるかっていうとこですね。で、これに関して、答えると、私自身の経験でなんですが、もちろん私がバレエをずっとやっていた小学校、中学校、高校の時は、私のバレエ団ではこう体の勉強とかっていうのも一切なくて、で、それに対する、まあ、その体がこういうものなんだよっていうようなのを学ぶすでも私の周りなかったんですね。てかまあ気づけてなかった、私がそこに興味を持ってなかったっていうところなんですけど、なのでそういう知識がないままパフォーマンスができてたんです。でそれが、まあ、こうやって今現在体の知識を得て、まあ、最近もまあ時々まあ、趣味で踊らせてもらう程度なんですけど、まあ、そこで踊るとやっぱりいろいろこうやると関節に負担がかかるとか、この姿勢、このジャンプの仕方はあまり良くないとか、っていうふうにちょっと頭で考えてしまって、こう100あるパワーを100出せない気は若干してます。やっぱり失敗じゃないですけど、怪我を恐れるというか、どうしても、まあ、パフォーマンスってなると、まあ、試合とかもそうだと思うんですけど、まあ、目標は、ね、その体を守るっていうことじゃなくて、まあ、もちろん守るとかっていうのも大事なんですけど、例えば試合で勝つとか、バレーでいいパフォーマンスをして、優勝するとか、お客さんに認めてもらうとか、生徒さんに認めてもらうとか、っていうところが、ゴールというか目標してる、としてるところだと思うので、こう、なんかちょっと怪我を恐れて縮こまってしまうような踊り方っていうのは、まあこの、できなくなることっていう、ちょっとマイナスな点で言うと、そこに含まれることなのかなと思います。ただ、今のその一回を踊るだけだったら、もう頑張ってこう無理なアンディオールをしたりとか、無理な姿勢をとったりとか、ジャンプの時の着地がちょっと変になっても、もうそれでも足が痛いなって途中で思っても踊り続けるとか、まあそういうのって、まあ今のパフォーマンスにつながると思うんですけど、それが何十年後とか、そのバレエ人生、まあ人によってバラバラだと思うんですけど、その先々のことに、ちゃんと結びつくかなっていうところはちょっと考えながらやっていただきたいなと思います。なので、私としては解剖学的な知識はより自分の体を安全に扱えて、今だけじゃなくて今のパフォーマンスもより良くなるし、その未来の体、例えばもう踊り終わるっておかしいですけど、バレエした後の、例えばおじいちゃんおばあちゃんになった時のお体の、ことにも、解剖学的な知識があることで、やっぱりよりよくつながっていくのかなと思うので、私は、この解剖学的な知識を皆さんに、まあ、興味のある人には、ちょっと届けたいなと思ってます。はい。で、あ、ちょっと質問に返答していきますね。関節は外旋していて、膝と足首が内旋している O 脚で、それを直したくて、あ、読んじゃっていいですかね。すいません。パラレルで、片足プリエ、ストレッチ、ルルベ、降りる。プリエ、ストレッチ、ルルベ、降りる。など、つま先、
膝方向を揃えてエクササイズしてみましたが、もともと膝とつま先の方向揃ってない足なので、足首と膝が痛くなったのでやめました。ここだけ見て、見てなんですけど、私も、膝の、O 脚っていうのにも関わ、O 脚の方だけじゃなくて、しっかり重心が足の裏全体に乗っていなかったりとか、こう無理にアンディオールしたような姿勢で、プリエとかしている方、まあ私がそうだったんですけど、と、やっぱりこの書かれてあるように、そのつま先の方向と膝の方向が、こうバラバラになっちゃう。で、膝がこう内側に入っちゃうとか、っていうのが、その膝とつま先の方向がバラバラになっちゃうっていう方が結構多いですね。そうなると、膝って曲げ伸ばしはできるんですけど、それが、こう、まっすぐの曲げ伸ばしができる関節で、こう、斜めに曲がる関節ではないんですね。だから、その、プリエした時の膝の位置が、ちょっと内側に入ったりとかしてしまうと、その膝の関節には負担かかりやすくって、やっぱり痛みを生じちゃうことが多いですって。私も、まあ膝にも靭帯多いんですけど、私もやっぱり負担かかってるみたいで、膝がポキポキなっちゃってました。はい。で、整体の先生が日常と違う方向に膝足首使われるから一時的には痛くなるかもしれないけど、ちゃんと膝、指は、爪先は、つま先は同じ方向を向けて使えるようにした方がいいと言われました。そうですね。すいません。もし、せかしちゃってたらごめんなさい。ちょっと、ゆっくりお答えしますね。ゆっくり、コメントしていただけたら、私、また、まあ、今回、ないしくは、来週の時に、私の考えをお伝えしようと思うので、はい。すいません。最後まで読まずに、最初から読んじゃいました。また、ゆっくりでいいので、はい。ありがとうございます。コメント。はい。で、ちょっとうまく私がこの時間を使えなくて、どうしましょうか。ちょっと、アンディウォールの話のもう一つだけ伝えたいことがあって、もうざっくりとしたことなんですけど、それをさらっと今言っちゃっててもいいですかね。すいません、うまく流れを作れなくて。ですね、この間ちょっと話せなかった内容で、本当にざっくりとしたことなんですけど、前回話したのが、アンディオールは、まあ、ムーブメントだ、動きだっていうお話と、あとは、まあ、どこの運動なのか、で、股関節の、こう回すような動きを、まあ、アンディオールにつながっていくような、まあ、股関節の動きがアンディオールにつながりますよっていうお話。で、あとは、まあ、動く前に、まずは可動域がないと動かせない。それを制限するのは靭帯と骨格もありますけど、まあ、一番重要なのは筋肉。で、そこに対しては、まあ、しっかりアプローチすることが、まあ、アプローチっていうのは、より良くするトレーニングっていうのは力ありますよっていうところ。で、まあ、その股関節、アンディオールするための筋肉の深層外旋六筋と、あとお尻についてる大臀筋との関係性の話をしました。で、で、その流れで、まあ、ずっとその股関節が大事だ、大事だって言ってたんですけど、まあ、アンディオール、
関節を開いていく外側へっていう意味合いを持つ言葉なんですが、ただ私たちってこうダンサーとか見てるとき、まあレッスンのときはもちろんレオタード、まあちょっとスカート巻いてる方も多いと思うんですけど、でも舞台上でどうやってそのアンディオールを見て、こう、あ、すごいな、人の足綺麗だなって思ってるのかっていうところを考えてほしくって。舞台上だと、まあ、ほぼほぼ、まあ、普通のクラシックバレエだと、レオタードとかそういう股関節が見えるような、衣装ではなくて、まあ、チュチュだったりとか、まあ、ロングのドレスだったりっていう時もあると思うんですけど、股関節が見えてない中でアンディオールを感じてるんですね、私たちって。で、まあそこをどういうふうにみんながこう、あ、綺麗なアンディオールって思ってるのかっていうのは、まあ人によってバラバラかもしれないんですけど、私は足元とか、こうチュチュとか、こう、衣装の先から出てくる、まあ肩っていうんですけど、膝から下の、すねの、まあ、筋肉の向きだったりとか、指先、かかとの向き、つま先とかっていうところを見て、あ、この人すごいアンディオール綺麗だなっていうふうに私は感じています。まあ、皆さんどうですかね。で、まあ、そこにつながる話なんですけど、股関節だけでは両足でこう180度ってなかなかちょっと難しいです。股関節の可動域だけで180度も開くっていうのは、まあもともと体がね、柔らかかったりとか、もう小さい頃から十分なストレッチを、まあ、過度にやりすぎなのかどうかちょっと人によってバラバラなのでわかんないですけど、柔らかい人だったら結構パカッと開きますけど、大抵はちょっと難しいと思います。じゃあその中でどうやってアンディオールを、まあ、しっかりやるのか、綺麗に見せるのかっていうと、股関節だけじゃなくて、膝、あと足首で指先、足の指先の、それぞれの他の関節で少しずつ賄っているところが、あります。で、また、今回はざっくりとしたお話だけなんですけど、膝の関節も曲げてる状態、まあ、さっきこう、膝ってこうしか動かないっていう、曲げ伸ばししかできないって言ったんですけど、若干、こう、最終伸展位、膝を、一直線に伸ばすような姿勢だと、ちょっと、足先の方がちょっとだけ、こう、まあ、アンディオールの方向に、ちょっとだけ、こう、回るんですね。まあ、あとは、足首の関節も、もちろん曲げ伸ばしだけじゃなくて、ちょっと足が、こう、まあ、内反外反とか、まあ、内転外転とかも言うんですけど、足首もいろんな方向に動くので、そういうところで、いろんな関節が、股関節だけじゃなくて、膝とか足首、指、いろんな関節が伴って、綺麗な衣装の先から出てくるつま先が、こう、綺麗に開いてるような感じのアンディオールが生まれているのかなと私は思っています。なので、股関節もちろん大事なんですけど、そこばっかりにとらわれてしまうと、ちょっと危ないというか、他の関節も使いながら成り立つものっていう考え方で私はいいのかなと思っているので、今まで股関節の話たくさんしましたけど、また、まあ、これからの私の配信の中で、いろんな他の関節の動きだったりとか、その他の関節がどんな風に、まあ、アンディオールだけじゃないんですけど、まあ、いろんなそのバレエに特化した動きに関わってきそうなのかなって、まあ、関わってくるのかなっていうところをお話しできたらなと思ってます。はい。チャット見ますね。いや、なんか、配信って、ちょっと私まだ緊張してます。すいません。
続きを、質問ありがとうございます。すいません、せかしちゃってたら、ちょっと流れ、最初からいきますが、応客の、お客の方で、で、股関節が外旋、開いていて、で、それに伴って、その、膝から下の下腿っていうんですけど、下腿が、内旋してる。アンディオルとは逆側に、向いちゃっている。つまり、O脚っていう方が、そういう傾向があるんですが、その場合で、どうしても、プリエで、プレイして、そこからルルベして降りるっていう時に、つま先と膝を、揃えるっていう方法でエクササイズすると、ちょっと膝が痛くなっちゃったと。で、整体の先生には一時的に痛くなるかもしれないけど、ちゃんと膝とつま先、同じ方向を向けて使えるようにした方がいいと言われました。膝とつま先の方向、揃えての返却、片足のスクワット的なエクササイズは違和感があったり、多少痛みがあっても続けるべきかと迷っています。近い。ダメですね、私。ちゃんとこれ、最後まで読んでから口に出さないと、うまくいかなかったりしますね。ちょっとまた、ゆっくり、時間もかけてもこの内容を答えたいなと思うんですけど、今、パッと、浮かんでるというか、今言える私の考えだけ、少しだけお伝えをすると、どうしても、足を開いたような、例えば一番の、しっかりとした一番ポーズを作って、で、その中で、片足立ちでの、スクワットとかに、関して、想像してるんですけど、こう一番ポジションから、片足立ちになって、そこからの、しっかりとつま先と膝を、の向きを揃えた、スクワットというか、プリエエクササイズ。で、違う。パラレルですね。ちょっとお待ちくださいね。ごめんなさい。パラレルですね。パラレルで膝を曲げ伸ばしっていうところですね。で、O脚だと、どうしても多分パラレルにするときに膝がちょっと離れちゃうんですね。で、膝の、膝構造がちょっと内側に多分ね、内旋してるっていう感じなので、多分膝がちょっと内側に向いているような状態になってしまうのかなと思います。で、O脚になっている方、本当に、ちょっとこの、体を見ていないので合ってるかわからないんですけど、内転筋っていう膝の、股関節の内側にある筋肉が弱いことがあって、そこの筋肉がうまく働いてないと、やっぱり膝の関節に、どうしてもつま先と膝の向きを合わせたようなプリエ、パラレルでのプリエをしようとしても、その角度がそうなだけで、しっかりとそのまっすぐにするような筋肉、その内側の内ももの筋肉とかが働いていないと、どうしても、運動って筋肉でこう動かしているものなので、使いやすい筋肉に、関節の、筋肉についてる腱もですけど、関節の靭帯とか、関節包とか呼ばれるものもあったりとか、あとは骨自体も、使いやすい筋肉に、こう引っ張られるっていうか、こう目で見て、骨自体は動いてないんですけど、やっぱり動いてなくても、こっちからこう、ちょっとこう引っ張られてるようなテンションがかかっているような状態になりやすいのかなと思います。なので、ちょっと難しいんですけど、もちろん
こう動きがちゃんとその通りにできてるか、関節がその角度に曲がってるかっていうのも一つ大事な訓練の仕方だと思うんです。で、ただそれをまっすぐに動かすための筋肉が伴っていないと、やっぱりストレスっていうのは、通常とは違うストレスっていうのがかけ続けられる、訓練にはなってしまってるのかなと思います。はい。ちょっとまた、今パッと思いついたことを言ってるだけなので、ちょっとまたゆっくり私の中でも考えさせてください。最初、全然違うイメージをしてたので、ちょっとパラレルで膝のスクワットですね。うん。ちょっと考えさせてください。また、来週の時に、しっかり考えて、で、返答できたらなと思います。はい、すいません。お願いします。うん。で、一応、今日、質問に対する返答とかがとても多かったんですけど、今日はこんな感じで、おしまいにさせてもらおうかなと思っていて、で、私の中でもちょっとどんな風に進めていくのかを少し迷っていて、まあ、もし、ね、こういうのやりたいとか、こういうの聞きたいとかっていうのがあったら、チャットとかで、まあ、どんどん、意見をいただけたら取り組める、取り入れられるかなと思うんですが、今のところざっくり考えているのは、まあ、今回はね、ちょっと、とかかりやすいアンディオールの話をしましたが、まあ、いろいろ今日は股関節だけじゃなくて、膝とか足首、指の話も出てきたので、まあ、それぞれの関節の動き方とか、そもそもその、例えば膝ってどういう関節なのか、どんな動き方ができるのかとか、こういう動き方するとちょっとまずいよとか、なんかそういうのを、いろんな関節で、こう、なんだ、絞って、いろんな関節に絞ってお話しするのもいいのかなと思ったりしてます。はい。まあ、ただちょっと何か意見があったら、それを取り入れたいなと思うので、ようやくチャット見れるようになったので、いろいろ、どしどしお願いします。はい。ちょっと今日は、うまく、まあ、チャットは見れたんですけど、自分の中でうまく回せなくてすいません。またゆっくり返答させてください。はい。じゃあ、今日の私の時間は、これでおしまいにさせていただきます。また次週、月曜日の20時から、この時間、もらいましたので、よろしくお願いします。ありがとうございました。